皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井健ですこれより建築構造計算入門要約編その後の1として木造住宅建築物の必要壁量についてお話しします。これより壁量計算について説明します。壁量計算は木造住宅建築物を主対象とした簡単な計算による構造のチェックの方法です。 具体的には風に対しては建築物の見つけ面積あたりの必要壁量地震に対しては建築物の床面積あたりの必要壁量この両者が各々の方向で満足していることを確認するチェックのことです。壁量計算では壁量を壁長さと壁倍率の積で考えます。 これから画面左に示す平面を持つ平屋建ての建築物で考えます。赤色の太線が X 方向の壁、青色の太線が Y 方向の壁を表します。X 方向の壁 I の壁倍率を αXI、壁長さを LXI で表します。同様に Y 方向の壁 I の壁倍率を αYI、 壁長さを LYI で表します。この時存在壁量を LxLy で表すとそれぞれ式1で書くことができますすなわち各方向の存在壁量は壁長さと壁倍率の積の和として得られます一方風による必要壁量を Lwx と Lwy 地震による必要壁量を LK とするとここでこちらの MAX はカッコの中の中最大値を取るという意味ですすなわち式2は風に対しても地震に対しても満足するようにするには風と地震の両方での必要壁量の大きい側の値より存在壁量が大きくなければならない。 という意味になりますなお2階建て並びに3階建ての場合各階で同様のチェックを行うことになります。ここで存在壁量の計算において x 方向と y 方向で区別する理由について考えてみます。この模型は張間方向だけに壁を入れて 桁行き方向には壁を入れていない状態です壁はこちらに入っていますこの模型の揺らす方向による挙動の違いはどうなるでしょうかこれから揺らしてみます最初に張り間方向次に桁行き方向です 先ほどのビデオでもわかるように、左側の場合では簡単に倒壊してしまいます。これは壁が一方向にしか効かないからです。これは筋交いの場合でも同じです。したがって、こちらのように壁・筋交いは直交する二方向に入れる必要があります。次に壁倍率について説明します。 壁倍率は体力比の相対的な強さを表す指標です。これは合同上限とします。壁倍率1は壁 1m あたりの強度すなわち短期許容線弾力が1.9。6キロニュートンになるように設定されています。例えば厚さ1.5。センチメートル幅9.0センチメートルの木材引っ張り筋交いの場合。 壁倍率は1.0となります壁倍率は種類によっては上限を5として合算可能ですこちらに壁倍率の例を示しますこちらの土塗り壁では壁倍率は0.5です次に木材筋界を1方向のみに入れる場合は筋界の厚さにより異なります 幅 9.0cm で厚さ 1.5cm の引っ張り筋回では壁倍率は1.0です。一方幅 9.0cm で厚さ 3.0cm の圧縮筋回では壁倍率は1.5厚さ 4.5cm の圧縮筋回では壁倍率は2.0となります。先ほどの筋回をこちらのように助け掛けに入れる場合 壁倍率は一方向のみに入れる場合の二倍となります。すなわち厚さ1.5センチメートルの引っ張り筋階を助け掛けに入れる場合、壁倍率は1.0の二倍で2.0となります。こちらの厚さが7.5ミ、mm、リメートル以上の構造用合板では、壁倍率は2.5となります。 これより、風による必要壁量の算定方法について説明します。風による必要壁量 LWX、LWY、台風壁率を CW とすると、必要壁量 LWX、LWY は式3より得られます。ここで AWX と AWY は各方向の見つけ面積で、単位は平方メートルです。 なお台風壁率 CW の値は建築基準法施行令46条で定められており通常は1平方メートル当たり 50cm 強風域では50から 75cm となります。ここで見つけ面積について説明します。 見つけ面積は床面より1 3 5メートル以上の部分の遠直投影面積になります。こちらの2階建ての場合では2階の見つけ面積は2階床面より1 3 5メートル以上の部分で算定することになります。一方1階の見つけ面積は1階床面より1 3 5メートル以上の部分で算定することになります。従って 1>, 1階の見つけ面積は2階より大きくなることから1階での風による必要壁量は2階より大きくなります。ここで地震による必要壁量の算定方法について説明します。地震による必要壁量 LK 耐震壁率を CK とすると LK は式4より得られます。 ここで、地震による必要壁量は、方向に無関係である点に注意をしてください。これは、地震荷重は風荷重とは異なり、建築物の質量に比例するためです。ここで、AF は各階の床面積で、単位は平方メートルです。なお、耐震壁率 CK の値は、建築基準法施工例46条で定められており、屋根の重さ、 並びに総数により異なりますこちらに耐震壁率の値を示しますなお軟弱地盤ではこれの1.5倍の値になりますここで軽い屋根は金属板やスレート屋根などです一方重い屋根は瓦などになりますこちらを見ても明らかなように重い屋根では軽い屋根と比べて で耐震壁率が大きくなります加えて2階建て並びに3階建ての場合下の階ほど耐震壁率が大きくなりますよく確認をしておいてください今回は木造住宅建築物の必要壁量についてお話ししてきました以下にまとめを示します最初に壁量計算について説明しました 壁量計算は木造住宅建築物を主対象とした簡単な計算による構造チェックの方法です。風に対しては建築物の見つけ面積あたりの必要壁量地震に対しては建築物の床面積あたりの必要壁量を算定しこれを存在壁量と比較します。 存在壁量は壁長さと壁倍率の積の和として得られます次に壁倍率について説明しました壁倍率は体力壁の相対的な強さを表します上限値は5となりますそして風による必要壁量地震による必要壁量について説明しました以上で終わります このあとは要約編5-2をご覧ください。